どうもこちら平です。今日はですね、ルートコーからルートコートをグリップスワニーのコラボレーション第3弾目のパンツが入荷してきたので、そちらの商品を紹介します。この商品の URL は概要欄に貼っておくので、ぜひご覧ください。商品の特徴を説明した後に、私が着用してサイズ感をお届けするのと、コーディネートも今日はご覧いただこうかと思っています。で、入荷してきたのがこの2色で、ヴィンテージインディゴとワンウォッシュインディゴ、そしてサイズは S から XL 4サイズ入荷してます。なのでこの動画ご覧いただければ、この商品のサイズ感が分かるような内容になっているので、ぜひお時間ありましたらご覧ください。サイズ感だけ見たい方は概要欄にチャプター設けてますので、そちらをタップして飛んでみてください。まあ念押しで言っちゃうんですが、この商品の URL は概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。私は神奈川県小田原市でセレクトショップをやっていて、このルートコートコラボレーションのパンツのネタは入荷したたびに動画作成してます。なのでまあご興味ある方いらっしゃいましたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では商品詳細いってみましょう。どうぞ。はい、ではまずね、この商品の特徴なんですけども、いろいろとね特徴はあると思いますが、最大の特徴はやはりポケットが9つあるということでしょうか。ちょっとね画像をご覧いただきたいんですけども、こんな感じでこのポケットに入れられるようになっているんですよ。なので本当にキャンプだったりアウトドアする方だったら、かなりね便利なこう機能になっているんじゃないかと思います。あまりね私はちょっとやらないタイプなんですが、まあ、このね機能がついていればバッグがいらないなって思いますね。単純にもう携帯とか財布をねさっと入れられるスペースはたくさんありますし、サイドのここはジップがついているので、かなりね収納力が高いパンツになっていると思います。コラボレーションすることでの特徴に関しては、このサイドのループになりますね。ルートコーから出ているこちらの商品、マグリール360という商品があるんですけども、こちらを取り付けられる仕様になっているんですよ。このループにカラビナをつけることで、いろいろなシーンで活躍してくれるアイテムになっています。まあ私の場合だと本当に普段で使っているので、ここにね家の鍵をつけて伸ばせばカチャッと開けられるような作りなので、かなりね便利だと思います。3つ目はですね、やはり動きやすさだと思います。ポリウレタン 2% を使っているので、ストレッチが効いている上にここのガゼットがあるので、かなりこの股の動き可動域に関してはかなり楽だと思います。なので履きやすさも兼ね備えたパンツになっていると思います。はい、そんな感じです。ではね私着用してみます。どうぞ。はい、ではまず S サイズ履いてみました。こんな感じです。はい、私の体のスペックはこちらに載せておきます。はい。で、S サイズ着ての感想なんですが、ジャストサイズで履くなら S かなっていう感じですかね。かなりもうふくらはぎがピタッとしているんですよ。下に行くにつれて細くなっている作りなので、ふくらはぎのフィット感をよくかなり感じます。もうピタッとしてますね。で、あと、レングスに関しては、もうジャストサイズ。そんな感じですかね。S だとピタッとしてますね。まあ、ただね、やっぱりこう動きやすさがあるので、かなり、ご覧いただいてもわかるんですが、動けます。感覚的にですけど、私は M サイズかな。ちょっとね、ジャストすぎちゃう感じがしますね。はい。そんな感じです。じゃあ次、M サイズいきます。はい、次、M サイズ履いてみました。こんな感じです。はい、さっきですね言うの忘れたんですけど、シルエットが分かりやすくするように T シャツインして、合わせてます。はい、そんな感じで M 履いてみての感想ですが、まあ私 M がいいですね。私の体型だと程よくゆとりありますし、 S に比べると先ほどのタイト感っていうのはないので、このぐらいのねサイズ感が、まあ私はいいかなっていうふうに思いますね。丈も少し長くなり、まあ多少のね、クッションができているんですが、まあこのぐらいのクッションがあってもいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。じゃあ次、L サイズいきます。はい、次、L サイズです。こんな感じです。
はい。じゃあ L サイズからですね、まあちょっと参考になってくるかどうかわからないんですが、まあ私の体型で L を着るとこんな感じです。でウエストなんですけども、まあ、大きくはなっていますが、このベルトで調節できるような仕様なので、大きくなっても締めることができるんで、そんなにねウエストは気にならないです。全然ジャストサイズになってまして、やっぱねシルエットがねやっぱ変わってくるかなっていう感じ。もう全体的にゆとりありますし、 S サイズに比べるとやっぱこのふくらはぎのところのフィット感っていうのは全くないので、まあ私のような体型でちょっとゆとりを持って履きたいっていう方は L サイズでチョイスしてもいいんじゃないですかね。はい。ちょっと私の感覚だと L はゆったりしてきてるなーっていう感じでございます。裾の方も、クッションができてきているので、こんな感じっていう感じですかね。はい。じゃあ次 XL いきます。はい、次 XL を履いてみました。こんな感じです。はい、XL 着ての感想なんですが、まあ、ウエストは、まあ、ベルトがあるので、緩くなることはないです。ただ、この腰周り、お尻周りっていうんですかね、の膨らみというかゆとりがかなり出てきてますね。ご覧いただいてもわかると思うんですけども、かなりゆったりしてます。単純に私よりね、身長が高い方、体格がいい方は、別に XL を選んでいただいて、ジャストサイズっていうところになってくるんでしょうか。はい。まあ、ここまでね、ちょっとゆったりしてくると、私はさすがに大きいなっていう感じはしますが、別に履けなくはないです。こんな感じで履きたいのであれば、全然履いてもいいんじゃないかと思います。はい。どうでしょうかね。参考になりますでしょうか。では次、4サイズまとめた動画流します。どうぞ。はい、次はコーディネートです。こんな感じで合わせてみました。どうですかね、シルエット。このねフリースはワイルドシングスのもので合わせてまして、インナーが、まあ、うちで扱っているトゥームーンの92022のスウェットで合わせていて、このパンツは M サイズ履いてます。そしてスニーカーはコンバースのオールスターのハイカットです。はい、こんな感じですね。ちょっとね下がタイトな分、ちょっと上をねボリューム持たせているんですけども、こんな感じのシルエットどうでしょうか。パンツはね僕アウトドアとかでも使用はできると思うんですけども、街着だったら、まあ、こんな感じの合わせ方がねいいんじゃないかなと私は思います。まあ、うちのお店が提案するコーディネートはこんな感じなんですが、どうでしょうか。で先ほども説明しているんですけども、ここにマグリール360がついているんですけども、まあ、こんな感じでシュッと伸ばすことができるんで、家の鍵とか開けることも可能です。はい、じゃあ次このパンツの色変えて合わせてみたいと思います。はい、次パンツ変えてみました。こんな感じです。はい、でパンツとジャケットを変えてみました。でジャケットはザンタです。パンツ以外は全部今私物で合わせています。で冬なんで、まあダウンとか着るとねこういうねボリューム感が出てきてしまうと思うんで、どうしても全体的なシルエットはねちょっと上にボリュームがあって、下はねこういうタイトな感じにはなってきてしまうと思うんですけども、まあ、このねシルエット感がね、まあ、個人的にはやっぱ好きなので、こんな感じで合わせちゃってます。コーデ目と2コーデ目のシルエット感もそんなね変わらないかもしれないんですが、まあこんな感じです。まああとはね色合わせとかがね参考になればなぁと思います。やっぱりね何よりねめちゃめちゃ動きやすいっす。本当に動きやすい。 G パンだけどなんだろう、
ジーパンじゃないですね。本当にポリエレタン 2% って言ってますけど、もっと入ってるんじゃないかなっていうぐらいのこの伸縮性、かなりね楽です。それは間違いなく言える。はい、そんな感じです。では戻します。はい、いかがだったでしょうか。サイズ感参考になりましたでしょうか。商品の URL は概要欄に貼っておくのでぜひご覧ください。コメント欄でお問い合わせ受け付けてますので、何かありましたらお問い合わせください。できるだけお答えしたいと思っております。最後までいつもご視聴いただきありがとうございます。高評価やコメントも本当にありがとうございます。また商品入荷してきたら動画作成したいと思っておりますので、次の動画でまたお会いしましょう。ではまた。